チンチラー、いやもうチンチラーも定番、 ETC だよ今の。あ、ETC 入ってる。ピンサロね、昔思い出しながら。ピンサロね、ハンボッキー、ハンボッキー、幼いさん、幼いさんですね、並木幼い君、幼い君よろしく。いやいや、まあ、私的にはスナックということですね。いや、そんなね、かおちゃんいじってるけど相当これアーティスティックなこの塗装なんですわ。さっきね、聞いたらね、40万、私の代ってステッカーじゃない、カッティングシートとか貼り合わせて塗るみたいな、その感じ。今吹き付けですもんね。じゃあ真面目にやってた。板金塗装です。それでね、なんかすごいこだわってて、ここの面と、この三段シート面位置にしてるっていうこだわりがあるんですね。ちょっと辛い位置見せてもらっていいですか。辛い位置、大体なんですよ。これ果たします。あ、こことなんかあのここのバランスの場所が一緒なんです、うん、なるほど。みんな気づかないんだけどみたいなね。ちゃんと VIO やってますから。三宿間。このハサミ可愛いよね。あ、これ見てください、ね。こういうこだわって技をね、持ってくるわけですよ。いや、そんな幼いさんの、はい、バイクの音を、うん、ぜひ、ちょっと鑑賞してみたいと思います、ね。後ろのラブ灯も。ラブ灯も。そうそうそう。ラブ可愛い。まあ軽く、あ、本当だ、こう点滅してるんですね、はい、落ち着く。引退してない、引退してない。すごい、ちゃんと今風なコールやるんですね。コールのこの形がどんな形なか、あの昔のコールの、はい、あれ全部クラッチ入れる感じ、はいはい、バー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 ボンボボボン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 だったらバーボボバーバーボボバー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 、そうすると今風な。あ、なるほどね。意識は乾杯おっぱいチェリーパイ。いやいやちょっとこれ以上危険なんで。クールグーティーですね、これね。すごいね。あ、ナックルスティーブ ありますね。ありがとうございます。いい感じで色味も良かった。すっごい気になるんだけど。金額ね、ちょっとお聞きしてみたらどうですか。おいくら万円。車体抜いて400ぐらいですか。車、これ塗装はどのぐらいなんですか。自分のチームが、あの社長が塗装屋で、もうキラキラがあるんだもんね。もう全身メッキですよ、全身メッキ、ね。これもだからよっぽど磨いてんだろうね。ちょっと待ってください、これオイルくらい生きてんじゃないですか、本当に。はい、もう本物ですよ。あ、ここほら、かおちゃん、これいつものこの消音器。うわ、綺麗にしてます、ね。ちゃんと地域に優しい。これは、じゃあ、ちょっと音を期待したいですね。うん。ここのマジシャンに変わりますね。フォーク友の会の皆さん、まずお名前は。カータロウです。カータロウさん、はい。これは車種はスーパーフォークです。これちょっと見せて、あの髪の毛とね、あのちゃんと合わせてますからね。このピンクにね、かわいい。このキラキラもさ、はい、すごいですね、はい。マルチカラーっていう塗装屋さんがあるんですけど、カラーの社長と相談してデザイン決めてったと。あ、ちゃんとほら、宣伝もマルチカラー、マルチカラー、本当だ、お店の名前と自分のチームの名前と、チームの女旧社会、はい、女旧社会、女族みたいな、はい、
で、女給食会ってことは女性ばっかりだよ。女限定です。いやー、ブラボー、久々ですね。じゃあ女性だけでこう走ったりするんですか。いや、やっぱり女の子だから、やっぱ男の子の手が必要なんで。あの旦那が、雑音っていうチームのリーダーなんで、一緒に走らせてあ、なるほど。やっぱね、香織さんの時代とは違ってちょっといろいろね、コンプライアンスが厳しいですからね、今ね。私の時代でじゃあ女性が感謝乗ってるっていうのはあんまりそうそういなかったですからね。おー、なるほどね。これなんかご自慢したい点はあるんですか。一番はこの GMX テール、スーパーフォー、あの、バッグのテール、カウルと CBX のテールが一体化して、ワンオフなんです。で、CBX のテールで。そうだ、これ CBX のテールですよね。そうです。下と上を2個1にして作ってもらった。見えないところの気遣い。このハート。すごい。ホイールも可愛くないですかこれ、はい、青とピンクのツートンの、あ、本当だ、ホイール可愛いね。えピンクあのスーパーホークの音を聞かせてください、はい、コールできないんですけど。じゃあもう何でもいいです。音だけ全然、乗ってるだけでも絵になる。普段のストレスを全部ちょっとぶつけてみてください。これだ。音がすごい重い。この2発のね、ボン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 って。また GS はちょっと違うね。この違いますよね。いやちょっとね、女性の方なんかが非常にいいですね。ちょっとこれからも大事に。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で続きましてはまあ大御所ですね。誠司さん、いやまたまたすごいの作りましたね。はい、これどう見ても入れ墨ですよね。そうですね。ある意味ね。はい、入れ墨ですね。これはかなりの技術力ですよね。はい、いやこれお値段なんかお聞きしちゃっても大丈夫ですか。値段は本当に言いたくないですけど45ぐらいは。うわ、見ちゃいそう。はい、塗装だけで。もともとこれ自分がもう15年ぐらい乗ってて、はい、息子は免許取って、はい、やっぱ乗りたい。あ、そうか。っていうので、はい。で、息子に今じゃ与えるよっつってこれをそのまんま息子に譲ったっていうので、塗装はこれ息子と話して、はい、関東でこのカラーっていないんですよ。はい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 。いないのと、あと、はい、自分の息子が辰年で龍で自分が虎年なんですよ。はいはいはい。で虎で自分ちの長男坊今日来てないんですけども、自分ちの長男坊の名前が龍と虎なんです。龍子。へえ、ねえ、もうすごい虎と竜っていう縛りで、さすがっすね。ただの虎と竜じゃなくてちゃんと意味があるっていうのが素晴らしいですね。そんな高くないで一回またいでみて。あ、いいんですか。またいちゃって。またいで。若い頃同じだ。やばい、やばいって言っちゃったけど、すごい。そんな重いバイクじゃないんで女の子でも転がせる、うん、ですね、はい、車体も低いし。そうです、うん、もうこれエンジンかけちゃっても大丈夫。あ、大丈夫。え、かけるの。はい、あそこで。せっかくですから、はい、これで、はい、はい、これ俺できないよ。
あのすごくあの個性的というかこう、うん、そうね、GS と違う感じの、はい、あれがたまんないですね、うん、ああドドドドドっていうあの太めの感じがたまらないですね、はい、演歌、うん、渋い演歌、ああ演歌ね、あのこれから大事に、ね、継承していただいて、で、事故のない程度、はいはい、事故のない程度に大騒ぎしてください、はい、いいと思います、どうもありがとうございます、すいません。